爆発していくというようなことをもう一度やってほしいという願いがあると思います。鈴木孝幸、中田英寿、スペースに、森下のシュート、決まった、日本先制、決勝トーナメント進出に向けて日本1点を取りました。後半の立ち上がり日本先制、変わったばかりの森島、大きいですよ本当にね。森島らしい相手のミスのボールを狙ってたというね、シュートもやはりダイレクトでしたよね。さあ日本が1点を取りました。その場面です。鈴木がよく粘った、うん、そして最後はこの森島のシュート。今ついてたマークというのはね、この時点で映ってませんけども、味方ボールだけにねマークつけないんですよね。あ、そしてこのトルシエ監督の表情です。